問題1。問題1では、まず、質問を聞いてください。それから、話を聞いて、問題用紙の1から4の中から、最も良いものを一つ選んでください。では、始めます。 一番大学の事務室で男の学生と係の人が話しています。男の学生は交流会当日何を出しますか来月10日に開催される学生交流会に参加したいんですけど。はい。それではこの申し込み用紙に記入してください。それから参加費として500円お願いします。申し込み書これでいいですか それから500円と。はい。確かにお預かりしました。それでは、こちらが領収書です。これはチケットの代わりになりますので、会場へ入る際に必要になります。忘れずにお持ちくださいね。はい。それから、交流会当日、参加者の紹介を載せた印刷物を配りますので、事前に、この用紙に簡単な自己紹介の文を書いて出してください。 今月中にここに持ってきてくださいね。はい、わかりました。男の学生は交流会当日何を出しますか 2>, ?2 番うちで妹と兄が話しています。妹は この後何をしなければなりませんかお兄ちゃん、前相談してた会社に応募しようと思ってるんだけど、書類ちょっと見てくれないいいよ。えーっと、これが必要書類のリストなの。で、こっちが用意した書類。リストのものが揃ってるか確認すればいいんだね。まず履歴書。これだね。あ、ここ印鑑が押してないよ。あ、ほんとだ。 押したつもりだったんだけど、今押しちゃうね。うん、これでよしと。で、次の書類は死亡理由書。これか。これ、千字以内だよね。それにしてはちょっと短くないかな。もっとたくさん書かないと印象悪いよ。やっぱりそうか。わかった。で、健康診断の結果があって。あれ成績証明書がないみたいだけど。 ああ、ごめん。成績証明書はこれ。さっきもらってきたところで入れるの忘れてた。妹は、この後何をしなければなりませんか ?3 番。 病院で女の人が患者の男の人に薬について説明しています。男の人は今日の夜、どの薬を塗らなければなりませんか今日お出しするお薬、こちらになります。はい。ちょっと多いのでご説明しますね。ええー、と、かゆいうちは朝と夜、この黒い容器の薬を塗ってから、 白い方の薬を塗ってください。ただ、今日はもうこの黒いのは塗ってありますので、今日の夜は塗らないで結構です。はい。それで、2、3日して痒くなくなったら、白いのをやめて、この小さい容器の薬に切り替えてください。黒いのは続けるんですねはい。2週間はやめないでください。 男の人は今日の夜、どの薬を塗らなければなりませんか ?4 番大学で事務の人が説明しています。新入生は今日何をしなければなりませんか今日です。 で、これから新入生向けの説明会を実施します。まず、学生カードですが、本日、この説明会の後、学生課でお渡しします。このカードは、出席確認に使うほか、図書館で本を借りるときにも使えます。また、このカードがあれば、大学の中の店で教科書を買うときに割引が受けられます。学生生活の基本となるものですから、 今日必ず受け取りに行ってください。それから明日以降授業の登録を受け付けます。登録にはこの授業登録シートを使います。今から配ります。新入生は今日何をしなければなりませんか 5番。男の学生と女の学生が話しています。男の学生は、レポートをどのように直しますか先輩、このレポートをもうすぐ提出なんですけど、ちょっと見てくれませんかうん、いいよ。労働に対する意識、日本と世界各国の比較。へえ、面白そうなタイトルだね。 グラフもあってわかりやすいね。あれデータ、随分古いけどいいのそれが、調査が10年ごとにしか行われてなくて、これでも最新なんです。ふーん、じゃあ仕方ないね。うーん、なんか、日本と世界各国の比較っていうタイトルの割には、比較してる国がアジアの3カ国だけっていうのは少なくないかなああ、確かにそうですね。 でも、今からデータ加えるのはちょっと時間ないな。だったら、世界各国じゃなくて、アジアの国との比較にすればそうですね。そうします。他はこのままでいいんじゃないそうですか。ありがとうございます。男の学生は、レポートをどのように直しますか 問題2問題2では、まず、質問を聞いてください。その後、問題用紙の選択肢を読んでください。読む時間があります。それから話を聞いて、問題用紙の1から4の中から、最も良いものを1つ選んでください。 では、始めます。一番。会社で女の人と男の人が話しています。男の人は今日、どうして自転車で来なかったのですか あれ今日は電車で来たの痩せるために自転車通勤始めたんじゃなかったっけもう3キロも痩せたからいいんだよ。なんてね。嘘嘘。なんだ。あ、そうか。今日は午後から雨みたいだから。それでえそうなの知らなかったよ。それより、今日のパーティー。 珍しい外国のお酒が出るらしいよ。わかった。ふらふらになるまで飲もうってわけね。正解。じゃあ、帰りはタクシーううん。友達のうちに泊めてもらおうと思って。男の人は今日、どうして自転車で来なかったのですか 2>, 2番。会社で女の人が新商品について話しています。女の人は商品開発の一番のポイントは何だと言っていますか えー、これまで我が社のお茶は健康にいい、どんな料理にも合うという理由から女性を中心に高く評価されてきましたが、今回は若い男性をターゲットに新しくこちら、フレッシュ緑茶を開発しました。この商品、お茶にレモンの香りを加えることでかつてない爽やかさを生み出しました。もちろん健康にもいいということに変わりはありません。 また、ボトルは今までの持ちやすいデザインをそのまま採用しましたが、色を変えて変化を持たせるようにしました。女の人は商品開発の一番のポイントは何だと言っていますか 3番大学で女の学生と男の学生が話しています。男の学生はどうしてクラブの部長になることにしましたか ねえねえ、山田さん、聞いたよ。今度部長になるんだってすごいね。うん,ん引き受けることになっちゃって。部員も多いし、たくさんの人をまとめるリーダーなんて苦手なんだけどね。今、就職活動もあるし。そんなことないよ。山田さんは部長に向いてると思うよ。そうかな。みんなにぜひやってくれって言われて、それならやるしかないと思ったんだ。そう。大変かもしれないけど、きっといい経験になるんじゃない とにかくやれるだけやってみるよ男の学生はどうしてクラブの部長になることにしましたか4番農家の女の女人が 先輩の男の人に相談しています。リンゴの木に悪い虫が増えた原因は何ですかこんなに虫が増えちゃったんです。元気もないし。ほんとだね。栄養は足りてるのかなはい。 それはもう、ちゃんと言われた通りの分量それやるの、自分の足で歩いてまいた車は使ってないだろうね。ああ、はい。うん。これ、車使ったね。見たらわかる。木の周りの土が固くなって、草が潰れてる。これじゃダメだよ。土は柔らかくしとかないと。 そうすれば草が生えて、いい虫が増えて、リンゴにくっついた悪い虫を食べてくれるんだよ。はい。仕方ないね。今回は農薬使うしかない。農薬は本当は使わない方がいいんだが。リンゴの木に悪い虫が増えた原因は何ですか 5番テレビで男の人がインタビューを受けています。男の人が彫刻を始めたきっかけは何ですか佐藤さんはどうして彫刻家になろうと思われたんですかそうですね。 私は父が画家でしたが、小さい時は絵や彫刻に興味がなくて。あれはいつだったかな初めて一人でヨーロッパを旅行した時、ある美術館で一つの彫刻を見て、その瞬間強く感動して、で、結局この道を選んでしまいました。<laughs> 母は私が彫刻家になることには賛成してませんでした。経済的にも決して楽な仕事とは言えませんから。 ただ、自分の手で物を作り出す喜びは何者にも変えられませんね。十年前に大きな賞をいただいたんですが、その時母もとても喜んでくれて嬉しかったですね。男の人が彫刻を始めたきっかけは何ですか 6番会社で女の人が部長と話しています女の人は明日の朝何をしますか部長今林電機の社長から電話がありました 何かちょっとトラブルがあったようで、明日の朝一番であちらの会社に来てほしいと、担当は私なので行かせてください。えでも、君は明日朝の会議で新企画についてプレゼンをする予定だよね。今になって日程を変更するのは無理だよ。ええー、それでプレゼンは山田さんに代わりにやってもらおうかと思ってるんですが、よろしいでしょうか。プレゼンの資料ももうできていますし、 ずっと手伝ってもらっていますから。うーん。でも、新人の山田さんにはまだちょっとな。彼女に言ってもらうわけにはいかないのかな。ええ。でも、この件は、私がずっと担当していますので。それこそ、山田さんには対処しきれないかと思いまして。もちろん、プレゼンの方も成功させたいので、山田さんとしっかり打ち合わせしておきます。そうか。わかった。 それじゃあ君に任せることにしよう。よろしく頼むよ。女の人は明日の朝何をしますか問題3 問題3では問題用紙に何も印刷されていません。この問題は全体としてどんな内容かを聞く問題です。話の前に質問はありません。まず話を聞いてください。それから質問と選択肢を聞いて1から4の中から 最も良いものを一つ選んでくださいでは始めます1番商店街のアナウンスを聞いています 明日予定しておりました桜通りの夏祭りについてお知らせします。天気予報によりますと、現在大きな台風が近づいており、明日は朝から荒れた天気になることが予想されます。お店の飾り付けや屋台の設置、それにセールの準備も終わって、桜通りは明日を待つばかりですが、お客様の安全が第一ですので、大変残念ですが、 来週末に延期することに決定いたしました。来週には皆さんお揃いでおいでくださいますようお願いいたします。何についてのアナウンスですか ?1 明日の天気2 夏祭りの準備。三、夏祭りの延期。四、セールのお知らせ。二番、男の人と女の人が携帯電話について話しています。 携帯変えたのうん、そうなんだ。やっぱり携帯一つで何でもできるっていう方が便利だなと思って。今までは最低限の機能だけでいいと思ってたんだけどね。これ、インターネットが使えたり、音楽が聴けたり、他にもいろいろなことができて便利よ。へえ。でも機能が多すぎて大変ってことはない私もそう思ってたけどね。 操作が複雑だと結局限られた機能しか使わないでしょでもその点これは違うんだよね。女の人はこの携帯電話をどう思っていますか 1, ?1 機能が少なく使いやすい2機能が少ないが 使いにくい。3、機能が多いが使いやすい。4、機能が多く使いにくい。3番、留守番電話のメッセージを聞いています。 佐藤です。先日はコンサートにお誘いくださり、ありがとうございました。来週の土曜日は予定も入っていませんし、何しろクラシックのコンサートは久しぶりですから、できればご一緒させていただきたいのですが、ただ、主人の方はどうも気が進まないようで、クラシックよりは歌謡曲って感じですし、すみません。 せっかくのお誘いなのでご一緒したいんですが、私一人じゃちょっと。後でもう一度お電話します。留守番電話の内容はどのようなことですか 1, ?1 コンサートに誘いたい2 誘われたコンサートに行ける。3誘われたコンサートに行けない。4コンサートに行く予定を変更したい。4番会社の食堂で 女の人と男の人が話しています。ねえ、昨日うちの家で歓迎会あってね。ああ、新しい課長のうん。で、私こないだ課長のこと、無口でちょっと怖いって言ったでしょうん、言ってたね。ちょっと暗いんでしょそうだったんだけど、初めて仕事と関係ない話したらびっくりしちゃって。へえ、やっぱり仕事中とは違ううん。 話題も豊富だし、冗談言って笑わせるのもうまいし。そうなんだ。今までは緊張してたってことかな。女の人は課長についてどう思っていますか ?1。以前の印象と違って明るい人だ。2。 以前の印象と違って暗い人だ。三、印象通り明るい人だ。四、印象通り暗い人だ。五番、電気屋の店員が 新しい掃除機について説明しています。えー、この掃除機は、騒音が小さく、テレビを見ている部屋で使っても邪魔になりません。それに、とても軽く、階段でも楽に持ち運べます。さらに、この商品の一番素晴らしい点はですね、部屋の空気を汚さないことです。汚れは掃除機の中で、 このようにゴミと綺麗な空気に分けられ、外には綺麗な空気しか出ていきません。うーん、今までのものより価格は少し高めですが、赤ちゃんがいるご家庭にもぜひおすすめしたい商品です。電気屋の店員は、主に何について話していましたか 1, 1. 掃除機の性能 2. 2掃除機の価格 3. 掃除機の使い方 4. 掃除機を買う人 問題4問題4では問題用紙に何も印刷されていません。まず文を聞いてください。それからそれに対する返事を聞いて1から3の中から最も良いものを1つ選んでください。 では、始めます。1番。あ、もうこんな時間。田中さん、そろそろ帰れそうですか ?1。うーん、この仕事が終わってからでないと。2>, 2。どうぞごゆっくりなさってください。3。 はい、急いで参りました。2>, 2番。この図書館、もっといろんな分野の本があるといいのにな。1。確かにいろいろあるよね。2>, 2。そうだね、あんまりないね。3。 そんなにあるならよかった。3番打ち合わせがしたいんだけど、来週のどこかで時間取れないかな。1, 1水曜日以外なら大丈夫です。2, 2すぐに会議室の予約をいたします。3 一階の部屋でよろしいでしょうか。4番。あ、また書類出しっぱなし。1。ええ、出しましょう。2>, 2。あ、すみません。3。3> はい、いつまでですか 5番。いつまでゲームやってんだいい加減にしたらどうだ ?1。どこまでやったの ?2。2> じゃあ、続けてみるね。3。わかった。もうやめる。6番。お疲れ様。 やっぱり新企画のプレゼンは君に限るよ。1。以後注意します。申し訳ございません。2。2> 限られた時間で大変だったでしょう。3。そう言っていただけるとありがたいです。7番。 よくいらっしゃいました。遠かったでしょ ?1。1> こちらこそ大変お世話になりました。2>, 2。おかげさまで助かりました。3。お招きいただきありがとうございます。8番。駅前にできたレストラン。 行ったことある ?1。1> ああ、あそこ、まあまあですね。2>, 2。ええ、新しくできるようですね。3。いえ、まだだそうですよ。9番。先生、希望の会社に就職できるかどうか不安でしたが、 なんとかなりました。1>, 1。それは心配ですね。2。2> そうですか。よかったですね。3。まだ諦めちゃダメですよ。10番。リンさん、日本で生活するには携帯電話は欠かせませんよ。 1, 1ああ、そんなに必要ないんですね。2, 2じゃあ、すぐに使ったらどうですか ?3 そうですか、どうやって買うんですか ?11 番これだけコピーしておけば足りなくなることはまずないね。 1, 1もっと用意しておくべきでした。2, 2後でコピーするしかないですね。3ええ、十分だろうと思います。問題5問題5では、長めの話を聞きます。 メモを取っても構いません。1番、2番、問題用紙に何も印刷されていません。まず、話を聞いてください。それから、質問と選択肢を聞いて、1から4の中から、最も良いものを一つ選んでください。 では、始めます。一番。留学生が授業について先生に相談しています。先生、日本の文化や社会の授業を一つ取らなくちゃいけないんですが、よくわからなくて。ただ、あの、日本語を読むのが苦手で、読んだり書いたりが多い授業は、ちょっと。 あ、それから、木曜日は他の授業がたくさんあってダメなんですけど。えーっと、まず文学。月曜ですね。うーん。毎回小説とか作品を読んでくるのが宿題ですね。それから火曜日に音楽。日本の楽器を教わる授業で人気ありますよ。ああ、これは希望者が多くて、もう締め切ったって言ってた。 そうですか。それから、教育。水曜日ですね。小学校の見学をしたりします。あと、自分の国の教育についても発表します。レポートですかうん,うん、発表。一回だけですよ。あと、経営。工場見学に何回か行きますよ。ああ、これは木曜日ですね。 学生はどの授業をとりますか 1, ?1 文学 2, 2音楽 2> 3教育4経営 2>, 2番大学で 男の学生二人と女の学生が話しています。今年もうちのサークル大学祭に参加するんだよね。準備どうなってるあ、先輩。実は意見が分かれてしまってるんですよ。うちって日本文学サークルじゃないですか。私は研究発表がいいと思うんです。研究をまとめて紙に書いて発表するっていう。僕は発表って人が集まらないと思うんですよ。 せっかく紙に書いてもあまり読んでもらえないだろうし。じゃあ、映像使ったら映像ですか。確かに見る人の興味を引くかもしれませんけど、編集が間に合うかどうか。僕はそれより古本のバザーとかした方が人集まるんじゃないかと思うんです。うちにある読まない本を集めて。でも、そんなに本集まらないと思うんですよ。うーん、そうだね。数が必要だからね。ああ、 じゃあ、日本文学カフェっていうのはどうでしょうか有名な作家に似た格好をして、文学に出てくる食べ物を出す店。ああ、作家の格好は恥ずかしいけど、その時代のこととか分かってもらえそうだね。でも、もっとサークルの研究テーマも紹介したいな。なるほど。じゃあ、文学について紹介する時間を作ったらいいんじゃないかな。それ、いいですね。甘いものでも食べながら。じゃあ、その線で。 このサークルは大学祭で何をすることにしましたか ?1。研究発表会をする。<S 2, 2。文学作品の映画を見せる。3。古本バザーをする。4。カフェを出す。 3番。まず、話を聞いてください。それから、2つの質問を聞いて、それぞれ問題用紙の1から4の中から、最も良いものを1つ選んでください。では、始めます。 二人の女の人がラジオを聞いています。今日のあなたの色の時間です。色は人間に対して不思議な力を持っています。その日の調子や相手に与えたい印象を考えて洋服の色を選び、あなたの運を良くしましょう。青というのは気持ちを落ち着かせる色です。落ち着かない時、よく眠れない時には、 青い色がおすすめです。赤は元気になる色です。元気がない時には赤い服を着てみてください。ピンクは優しい気持ちになります。優しく見せたい時もピンク色がおすすめです。そしてオレンジ。オレンジ色は楽しい気持ちにさせてくれます。寂しい気分の時には オレンジ色の服を着るといいでしょう。へえ、オレンジ色は楽しい気分になるんだ。あ、そういえば、明日デートだったよね。赤い服にして積極的な印象を与えればええ、それより、やっぱり優しさを強調したいよね。あ、そっか。でも、なんでもいいけど、まずは落ち着かなくちゃ。今日の夜は、 よく寝た方がいいんじゃないうん、確かにね。質問 1, 1明日のデートにどんな色の服を着ていくといいですか質問2今日の夜は どんな色のものを着て寝るといいですか